大勢の人がビーチでリラックス。皆さん気持ちよさそう。100年先の子どもたちのために美しい海を守りたい。海と日本プロジェクト。今回のプロジェクトメンバーはこちら。波の音 BGM に心も体もリフレッシュ。心を落ち着かせ、じっくりと時間をかけて体をほぐすヨガ。玉野市の渋川海岸で毎月1回行われているビーチヨガです。砂浜で行う最大の魅力は主に2つ。1つはリフレッシュ効果、もう1つがリラックス効果ですね。砂浜の上でのエクササイズって、自然と足の裏から体幹から全身の筋肉を使うことで、とてもそのエクササイズとしての効果も大きくなります。そしてこの波の音とか穏やかな瀬戸内海の眺めを見ながらやることは、もう自然とこれはリラックスすることになってですね、呼吸が深まるんですね。ビーチヨガ初体験の2人、楽しめているかな？風も感じられて、海の音も聞こえて、とても気持ちいいです。天候や時間帯によってさまざまな表情を見せてくれる海。毎回違うシチュエーションで行えるのも楽しみの一つです。いつもなんかどうしても仕事でこうなってるんで、のびのびと子供と一緒に参加できるあのヨガってなかなかなくって、毎月来てます。海の音や風を感じながらできたのがとても楽しかったです。ビーチヨガは砂がどん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 自分の体や自分の手に沿っていってくれるので、すごく気持ちいいし、すごく楽しかったです。海から最上級の癒しをもらえるビーチヨガ、皆さんも始めてみませんか？